今日はですね、アルカトラスというバンドの、まあ、昔イングベイがいたバンドなんですけれど、その曲の中でジェネラルホスピタルという曲があるんですけれど、この曲はグラハム・ボネットが昔マイケル・シェンカなかなかすいませんマイケル・シェンカのボーカルを務めてたこともあったと思うんですけれど、これでちょっとこうマイケル・シェンカっぽいような曲調っていうんですかねもあるのと、あと曲調がかっこいいのと、曲のキーが変わるのと、あとギターソロがかっこいいというところがちょっとすごくいい曲だなと思うんですけれど、まあこんな感じだと思うんですけど、こんな曲だと思うんですけれど、どこがマイケル・シェンカっぽいかというと、こういう感じ、次ですね、ここで F シャープマイナーなんです。ここがなんかマイケル・シェンカっぽい、キーが変わって、で、ギターソロがまた E マイナーに変わります。うまく弾けなかったんですけど、でギターソロのとこ、多分こうだと思うんですけれど、まあ、こっちでもいいかなっていう、まあどっちでもなんかこっちの方が弾きやすいですね。どっちもいいんですけど、今日は、アルカトラスのジェネラルホスピタル、の曲がかっこいいという、結局かっこいいということなんですけれど、以上で終わります。今日はインクベイマルムスティン、まあ、アルカトラスの時代のジェネラルホスピタルの、かっこいいという曲を紹介しました。以上で終わります。